リスマスカラーに彩られています。人々は大切な人へのプレゼント探しに大忙し。エリオットとクラリスはそんな人混みの中にいました。通り過ぎていく人たちはとても急いでいます。男の人、女の人、お年寄り、みんな本当に足早に歩いて行きます。二人はそんな街の中で物足りなさを感じていました。街はこんなに綺麗で輝いているのに、一年中で一番楽しい季節なのに、二人が人混みの間を縫って歩いていると、知らないうちにシーズタワーへと近づいていました。タワーはこのツインシーズの街の真ん中に立っています。クリスマスのお化粧がしてあって、まるで大きな大きなクリスマスツリーのようです。でもこのツリーには大切なものが欠けていました。それはてっぺんにひときわ輝いているはずの星だったのです。